年を取るとちょっとしたルッキズもあっていいんじゃないかと年を取ってから民族衣装を着る人が多いファーストファッションほんと楽なんですよとにかくかっこいい年寄り目指してほしいはい和田秀樹チャンネル和田秀樹です今日は「新刊書の紹介ということで去年の暮れに出した本なんですけれども予想外に順調に売り上げが伸びているということで出版社の人がもうワンプッシュしてくれというふうにまあ言われて。 私も、ま、出版社との良い付き合いをしたいと思ってますので、えー、紹介したいと思います、えー、60代からのの見た目の壁、ま、この本なんですけども人間外見よより中身だとということがよく言われます実は日本ってルッキズムと言われるんですけども外見至上主義みたいなとこがあってその外見が良ければいいんだと。 まあその最たるものがテレビ局ですよね。本来はね、伊藤忠商事であれトヨタであれ入社試験がありますよね。で昔は入社試験の時に用紙がいい方を取る傾向があったわけですけども、今入社試験のポイントでね、受け答えがどうだったとか、あるいはものを考えているかどうかとか。 この会社についてどのぐらい、まあ、ちゃんと勉強してきているかとかですねいろんな項目があって、まあ、会社によってもちろん違うんですよその項目とか印象とかも含めてそれで採点するわけですけどもその中に外見がいい悪いとかですね太ってる痩せてるとかを入れたらですねここの会社は外見で差別してたというようなことがバレたらですねもう袋叩きに合うし株主総会でも追及されるしそれがマスコミに出ちゃうと株価も一気に下がっちゃう。 ということで外見市場主義はやめましょうとそういうのをルッキズムというふうに言うわけですねでそれがひどかった国が韓国で韓国なんかの場合はもう外見を整形で整えるのが当たり前みたいになっちゃってるわけですでも唯一ルッキズムはいけませんと自分たちもルッキズムはいけないとかって言ってですねそれで麻生さんの発言とかをボロクソに言うくせに 実際入社試験で堂々とルッキズムをやってるのはテレビ局だけです。もうテレビ局一回株主総会で容姿を基準にしてないんですかとかって追求したらいいと思いますよね。本当にあんなルッキズムのせいでみんな痩せてないといけないと思ってそして毎年100人の人間を餓死させてるのはテレビ局のルッキズム的な入社試験のせいですからあれのせいで痩せてないといけないとか外見がよくないといけないとかっていうふうに。 よその会社でもやってると思われちゃうわけですよだから堂々とテレビ局がやるせいの害っていうのは僕はこの国に非常な害悪をもたらしていると思いますでもねその中で実は私みたいにアンチエイジングの医者をやってたり高齢者向けの医者をやってたりするとね年を取るとちょっとしたルッキズムあっていいんじゃないかと思ってますそれどういうことかというとやっぱり同じ六十歳なら若く見える人の方が だだいたいいた元気だし長生きするという不思議な現象がありますこれはどういうことかっていうとおそらくどっちが卵でどっちが鶏かは分からないんだけど外見を若く保っておくと意欲が出てくるのでその意欲のおかげでですね人と比べて外に出る回数も多いし人とお話しする回数も多いから歩くしコミュニケーションも多いしってことで、まあ、いわゆる身体機能とか脳の機能が衰えにくい。 ということで外見が若い人の方が意欲的なことが多いからだいたいその後の寿命とかにいい影響を与えるということがありますでもう一つ実はねまあ私なんかももう63 で今年の6月で64になるわけですけど、こうやっぱ鏡見ててですね、ちょっとお、俺若々しいじゃんとかいい感じじゃんとか、こ,こ髪を切ってきたりして、こうとかね、実はあの僕ね染めていると言ってかね、ここら辺は全く白くならないんですけど、この辺だけ白くなるんですけど、それが嫌いだからここだけ染めてるんですけど、こう髪を染めるとやっぱ若返る気分になるわけですよ。で気分が若返るとおやるぞっていう感じになるということがあって。 実は外見のの若返りとかって相当人間の気持ちに影響を与えるそれが長生きや元気につなががるるととといいうことがあると思いますそれからその若々しくいたいという意欲が大事だってことだけじゃなくてやっぱりおしゃれって言われるものその年を取ってからのおしゃれってなんか気持ち悪いよなとかって言う人はいるかもしれないけれどもおしゃれに気を使うと気分が違ってくる。 というのはありますあの実はですね私こう見えて意外におしゃれなとこがありましてこのシャツ実はものすごく古いのでこんな古い古い高級品なんで着るなとかって言われるかもしれないけども一応このシャツはエルメスです。これあのビバリヒルルズののエルメスのショップでで一時期よく買っっていたたんですねねお金があった頃、ね、それでそういうエルメスのシャツとかこう着ると今日はちょっと気分いいなとかね。 あるいはこのジャケットボスってご存知かどうか分かんないけどでで有名になったブランドですねであのこれも私はボスに関してはそんなに自慢してきてるわけじゃなくて昔はゼニアっていうのをよく着てたんですけどもまあちょっとね想定外に高くなりまして昔30万ちょいぐらいで買えてたスーツが今60万ぐらいになってでちょっとこれは無理と思って。 えー、このボスにしてるわけですけども。あのー、まあ、ただいいものを着ると気持ちが良くなるし、あのー、自分もシャキッとした感じがする。あのー、日本の場合ね。ちょっと他の国とは違うのは年を取ってから民族衣装を着る人が多い。つまり着物を着る人が多いんですけど、やっぱり同じ60なら60の人でも着物を着てるとかっこいいんですよね。 だから歌舞伎の役者さんにしても女優さんにしても作家の先生にしても着物着てるとかっこいいというところがあって自分がかっこいいなと思えると心が若返るという作用がありますなので私もおしゃれに金をかけると これでもねやっぱり人間って優先順位って変わってくるんだなと思うんですよそのゼニアのスーツを着てた頃は服に金かけるのあんまり抵抗なかったんですよでもねワインとかはその当時はね今から15年ぐらい前かな清浄学園といところに住んでてよく玉川高島屋というところに行ったんですけどももうワインとか10万とか出すなんて信じられないっていう感じですねあの頃にロマネコンティ買ってたらもう今20倍に上がってますから もう大損をしたような気がしますけどスーツ六十万使ってたらちょっとこれは無理って感じになっちゃうんですよねだから人間の価値観って変わりますがそれでは本当はいけなくて年を取ってからこそ高い服を着るいい服を着るだからユニクロさんが聞くと怒るかもしれないけどファストファッションなるべく年取ったらあれね、年を取るとねファストファッション本当楽なんですよだから私も部屋着とかで着てますけど楽だけどそこに甘んじちゃいけないと いいうふうふには思いますよそのよくシャネルのスーツとかって60過ぎないと似合わないとかって言うけど多分本当なんだと思いますよそういう高い服が似合う自分に年を取っても成長したいとそんなこと言うなとお前の金持ち趣味だろうとかって言われるかもしれないまあその通りかもしれないけど金何ににに使うかかって言われた時にととく楽しむとだから旅行とかに金使うとか。 グルメとかに金使うとか、私なんかワインなんかに金を使うってことですよねで。あと服に金使うとかね。あるいはほら、車、年取って、やっぱりポルシェとかも60代で乗ってるのを外外に行くとよく見かけるんだけど、60代、70代、へとすると80代。かっこいいんですよね。金がないとかっこよくできないかって、そうじゃなくてもう一つかっこよくできる方法があります。それは知性を磨くことです。 これ貧乏な人でも学者さんとかでさ喋ってることがかっこいいとさ素敵あこの人すごいとかつまりねどんなことでもいいんだけど外から見てかっこいい人間になるっていうことは自分ががけままないいよううににすするっていうことにつながりますだから、うんまあ、お金があるんだったらいい車に乗るいい服を着る、まあ、お金がないならないなりに知性を磨くみたいな形で。 とにかくかっこいい年寄りを目指してほしいそれは年を取れば取るほどその手のかっこよさが実はかっこだけじゃなくて若さとか健康につながるこのことを知ってほしいと思ってこの本を書きましただから年を取れば中身より外見年を取ったら意外にいろんな意味で外見大事しかもそれが健康とか若さとかまあ、あとボケ予防みたいなものにつながる ということも含めて、六十歳からの見た目の髪。とにかく年を取ったからってどんどん老いぼれていくということじゃなくて、ちょっとでもかっこいい年寄りになろうよねっていうのが、まあ私からの提案です。えー、和田秀樹チャンネル、和田秀樹でした。